こんにちは、花もの一筆が中尾月香と申します。今日はこういった可愛いグリーティングカード、夏の、ご挨拶としてドレスのカードと、そして夏のお花、葵でもよし、ハイビスカスのイメージ、そしてムクゲのイメージ、芙蓉のイメージ、桜のマット水彩をこのように出しまして、本日も楽しもうと思います。今日はお日さんの下でちょっと書いておりますので、見づらい点がございましたらお許しくださいませね。朝気持ちがいいので、このセミの声と一緒に、お日さんと一緒に書いております。はい、白ペンで輪郭のみを取って楽しんでいきますので、初心者様でも簡単にイメージして描けるかと思います。はい、もう筆一本で黒のこの画用紙を生かして描く面白さ、もうきりなく楽しめますよね。はい、円盤みたいなね、帽子を描いて、で、私あまり顔とか、得意な方じゃないので、ちょっと口だけを描くとそれなりの雰囲気が出ます。はい、そしてこのように夏のサマードレスのイメージで、はい、ささやかな谷間も描いて、はい、少しシェイプのウエストラインを入れたら、シューッとミニにするもよし、こういったロングにするもよしです。そして、指先とかね、結構描きづらいので、もうドレスの後ろへ回してしまいます。はい、そしたら少しね、点点点でね、アクセントを入れて、意外とねシンプルだけれども、結構皆さんに喜んでいただけます。まあ、あるクラスではね、こういうのをよく書いたりするんですが、必ずね、もう皆さん、そこそこの年齢だけど、私の若い時にそっくりとか言って盛り上がっております。はい、こうやって、イヤリングなんか、ね、ちょこっと入れるととても雰囲気が出てきます。はい、続いてこのドレスの裾に、もうこう出来上がったお花を、使うんですが、これダイソーでね、こうやってたくさん入って売ってます。で、私はね、それを、買ったらすぐに両面テープで裏をつけて、すぐに貼れるようにしてストックいたします。糊だとね、ちょっと弱かったりするので、こういった両面テープを買ってきたらすぐに貼って、で、置いておくと、はがきに貼ったり、こういったカードの時にとてもコーナーに置いたり、まあ、こういったドレスにしたりで重宝いたします。手間なようで、意外とね、作っておけば本当に便利なので、皆様もいかがかしら。でね、ブルーのが1個残ってたので、皆さんの思うところにちょこんと置くのもいいと思います。また後でね、きちっと貼ります。はい、これも両面テープつけてますので、どの位置にしようかなっていうの面白いですよね。はい、ここに置きます。左側にします。はい、まあ、雰囲気ね、出たと思いますね、可愛いでしょう。まあ、今日もし、男性の方々ご覧になってたら、ドレスかよと思うかもしれませんが、許しくださいませね。女子はね、こういうの大好きなんです。はい、そして飾りバサミでね、ちょこっと、切って、そして下にね、まあ、カラーの紙を、赤でもいいし、まあ、私パープル好きなので、そしたらこのね、二つ折りにしたりして、中にメッセージ書けば、結構ね、お土産物とかお菓子とか一緒にして持っていくと喜ばれます。はい、続いて夏のお花描いていきます。まあ、先ほど申しましたように、お日さんがわっと照ってるところで気持ちよく描いてるので、少し眩しい感じがしたらお許しください。私は気持ちがいいんですけれどもね。はい、マット水彩の白のみを取って、
はい、思いっきりね、お花を描いていきましょう。もうね、こういうふうに一筆で真ん中ちょっとこうくぼんだ感じにして、まあ5枚の花弁を入れていってください。2つほど作ります。ね、こういう感じは以前にムクゲとか芙蓉でね、描いたお花のイメージなんですが、うちの生徒たちね、この描き方が大好きみたいで、結構7月お手本にすると全員が上手に描かれるので嬉しくなって、また今日も登場しました。で、これは赤と白を混ぜてピンクにしたんですが、まあ、この太陽の下では白っぽいイメージになってしまいますので、ピンクって思ってくださいよ。反射してますね。ちょっとね、下にパープルの紙を挟むと、ピンクが分かっていただけるかしら。はい、このように2つ左右ね、対称のイメージで描いていってください。はい、そして、真ん中にちょっとねイエローをちょこんとこうアクセントに入れます。はい、線状にして入れてますが、ちょっと真ん中置くだけでもよろしくてよ。そして赤の絵の具で、このお花の周りを、お花の周りって花芯のねところをアクセント入れていきます。はい、これもね、ピンクにするもよし、このように赤にするもよし、ちょっと入れるとね花芯のアクセントになります。はい、まあ、ピンクのところは白で入れてもいいんですが、まあ、今回赤でついでにしてしまいます。はい、今日はなんかこうお花はこれこれっていう名前をつけないでしてますが、まあ、今すごいムクゲがねブワッと咲いてますので、立ち葵なんかもそうですし、なんかこの夏のお花はもうどのネーミングでもいいような気しますね。ムクゲ、芙蓉、葵系ね。はい、そして、葉っぱをこの花の周りに入れていただくとそれらしくなってまいりますでしょう。まあ、とにかくね、結構簡単で見栄えがするので、もし、なんかメッセージカードをね書こうと思っている方はあっという間に出来上がって、華やかなイメージなので、またご一緒に真似していただけたらとても嬉しいです。はい、ね、そろそろ出来上がって参ります。ね、そしたらねカットワークって言ってね、本当はねこれ乾いてからじゃないとちょっと絵の具がついてきますので、周りをカットしたと思ってこのように、また下に紫のカードを、沿わせていただくと素敵なカードが出来上がります。はい、結構華やかでしょう。夏のイメージにはぴったりの、夏のドレス、サマードレス、そして、夏のカード、葵系のカード、簡単に楽しめますので、皆様もいかがでしょうか。本日も楽しく書きました。ありがとうございます。